先月、香港の有力日刊誌民報の編集長を突然更迭された劉新図氏が26日午前、何者かに刃物で襲われて重傷を負いました。劉氏は自家用車から降りたところをいきなり襲われ、背中と足を刃物で数回切りつけられました。うち背中の傷は臓器にまで達しているそうです。香港警察が事件を調査していますが、犯人の動機はまだ不明です。香港記者協会は声明を発表し、驚きと怒りを感じると示し、事件は香港の報道と言論の自由に対する挑戦であると述べています。香港では中国当局に批判的なテレビ局の申請が却下された問題が大きな波紋を呼んでおり、民主派寄りの民報は香港政府の批判などを続けていました。今年1月、劉氏が民報の編集長を突然更迭されたことは香港各界の不満と反発を招いています。新唐人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险组织，大于家吗？